どうも、ジペイチです。今回はですね、うんこを人の顔にね、当てまくるというゲームをやっていきたいと思います。最近ね、これのシリーズの新しいやつがね、出たんですけど、まあみんなにはね、その前にこういうゲームがあるんだよということで知ってもらいたいなと思います。主人公はですね、上にいる、まあ、クリクリ頭のですね、坊やでございますよ。そして下に歩いているのが、まあ普通の市民というかね、観光客というかね、まあ人たちですよね。で、僕の目的というか、この主人公の目的としては、その歩いてる人たちの上にうんこを投げつけると、というか、まあうんこを出すというようなことでございますよ。まあ簡単に言えばバカゲです。ここはニューヨークでございます。ニューヨークの街を舞台にやっていきますよ。では行きましょう。ではですね、こういう感じでやっていくわけです。わかりますよね。焦るんですね。そしてプチッとコンボが決まると音楽が流れ出します。よし、どうしようかな。あ、外すかな。あ、外しちゃった。外すとこうなります。うんこはああいう形です。リアルですよね、結構。よし、じゃあこの子供にですね、アイス当てようかな。当たったー。よし、こういう感じですね。そして赤ちゃんの車の中にも、イエーイ。そしてこのモヒカンくんにも、コンボが決まっていくと、だんだんね、こう大きな音になってきます。ちなみに段ボールの中に入れても大丈夫ですよ。お、バウンド、バウンド。お、立ってるよ。うんこが立ってるよ。立ってる。そして、まあどんどんミッションクリアしていくと、爆弾をですね、投げることができます。ではいきますよ。傘が飛んでった。ではもう一回やってみましょう。ポン。40コンボやばいね。おお、ぶっ飛んだね。引かれたのかな、車に。おお、今何か飛んでったよ。おい、うー、まあ、こんな感じでやっていくわけですよ。どんどんいきます。うんこを撒き散らすわけですね。まあ、うんこボムですよ。よし、ラスト。いやー、こんな感じのゲームでございます。では次は北京に行ってみましょう。はい、こちらが北京でございます。うんこくんはここにいます。ヤッホーって感じ。ではね、大体は理解してもらえたと思うので、早速ね、スペシャルスキルというかね、まあ、ここだと花火になるんですけど、やっていきたいと思います。さあ、どうなることやら。うん。えい。ロケット花火ですよ、まさに。やばいね。もう一回。場所を変えてやりましょう。いい花火ですね。じゃあ行きますよ。じゃあ今度ここに当てましょうか。いやじゃあ次は最後、パリへ行きます。パリはかなりすごいよ。はい、こちらがパリでございますね。ムッシュとかね、
マドモアゼルとかね、パリジェーヌとかね、セバスチャンとか、そういう感じの人がいますよね。さあ、ここでのスペシャルスキルはどうなるのでしょうか。はい、なんと噴水ですね。まさに噴水。面白いね。いやー、うんこの垂れ流しです。いやー、うんこまみれですね。ちなみにこの場合はですね、回数ではなくて時間になっております。というわけで、踏んだまりができましたね。コンボ見て525コンボだから、やばいね。めっちゃうんこ当てまくったぜ。しかしそんな中を平然と歩いていくパリ市民、すごいな。今の見た？首がさ、グイーンってなってた。やばいね。というわけで、そろそろお別れのお時間がやってまいりましたと。今言ってたかわかんないけど、まあ皆さんに楽しんでいただけたかなと思います。不快に思った方はごめんなさい。でも面白いじゃん、こういうバカゲーって。というわけで、ゲームプレイヤーヒデでございました。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。まだチャンネル登録してなかったら、ぜひチャンネル登録お願いします。そして他にも SNS のアカウントがあるから、ぜひそちらも全てフォローしてみてね。バイバイ。